大踏み公園は愛知県大府市にある公園である。公園分類は総合公園。1991年3月に開園。面積約9.8ヘクタールの野外活動型総合公園で全長約160メートルのメカドラゴンと全長約170メートルのストーンドラゴンと呼ばれるアスレチック遊具がマスコットとなっている。このうち、 ストーンドラゴンは彫刻家の坪井勘也の作品である。公園内の施設はこのほか、中央広場、芝生広場、野外体験の森、市民の森、バーベキュー広場などがあり、無料で利用できるが、バーベキュー広場を利用するには大踏み取り、公園管理事務所への電話予約が必要であり、かまどやバーベキュー用具等もなく、持ち込みが必要となる。年月日には、バーベキュー場が、 リニューアルオープンした。JR 東海道本線、竹豊線、大府駅から、大府市循環バスに乗り換え、大府緑公園バス停で下車。またはタクシーで、約10分。名刺国道、北崎インターチェンジより車で、約3分。公園の北側は、豊明市であり、豊明市方面から公園に、直接つながる、都市計画道路が2019年2月に開通した。 これにより、豊明市側からもアクセスしやすくなった。この道路を経由し、名鉄名古屋本線、前後駅から徒歩で約20分程度、大府市循環バスも利用できる。ありがとうございます。